はい、どうやったらリラックスできるようになりますか。緊張が強くて首肩、力、首や肩などに力が入ってしまいますということなんですが、瞑想していてもリラックスできないというそのレベルの場合は全身的弛緩法っていうのをやった方がいいですね。リラックスできない人って常にね中途半端に体に力が入っていちゃってる状態なんで、まずは例えばリラックスしたいんだったら、体にグッと力を入れます。まあ、例えば手をリラックスさせようと思ったら手をグーッと力入れてみてください。で、こう思いっきり力入れて思いっきり力入れて10秒ぐらい我慢して、それから力抜いてみてください。こうしたら嫌でもリラックスしますから。当たり前ですけど、その落差として力が抜けるんでね。これをボディスキャン瞑想やるみたいに全身にかけてやるんですよ。つま先、足の裏、ふくらはぎ、ももとかお腹とか胸とか背中とか体をなるべく細かいパーツに分けてやっていくんですよね。で、これで深呼吸しながら、力を10秒全力で入れて、で、ゆっくり抜いていくみたいなのを全身に何回かやるとリラックスできると思います。寝転がってるのもありだと思うんですけどね。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。